はい、こんにちは。映画、感想を紹介いきたいと思います。はい、シザーハンズですね。ちょっと古いんですけど、他2本あります。はい、ジョニー・デップですね。裁判をやってた番組が昨日ちょうどあって、ジョニー・デップ良かったですね。あの、いい方向に行って。はい、1990年でございます。ファンタジー監督ティム・バートンでございます。はい、1990年、もうだいぶ古いんですねこれ。他の作品、スリーピーホロー、スイーニー、アリス・イン・ワンダーランド、それからいっぱいありますね。ティム・バートン、ビートルジュース、バットマンもそうなんですね。で、ビッグフィッシュ、チャーリーとチョコレート工場と。この辺は見てないんで、ビートルジュースも見てないですね。ちょっと見てみようと思いました。はい、他アリス・イン・ワンダーランドとかも見たのかな。はい、チャーリーとチョコレートも見たんですけど、あんまり、なんかあれですね、工場とか好きですね、ティム・バートン。多分今回のあのも出てるんですけど、工場のこう流れてくる感じとか、そういうシーンがありましたが。はい、これジョニー・デップです。主演、手がハサミになってて、ね、何でも切ってしまう。ギルバート・グレープ出てたんですね。スリーピーホロー、パイレーツ・オブ・カリビアン。はい、パイレーツ・オブ・カリビアンのキャラクターは良かったですね。ギルバート・グレープも見てます。あれ意外とメンバーすごかったんですね、今思うと。はい、でウィノナ・ライダーですね。今50歳になってました。ビートルジュース、若草物語、エイリアン4、それからブラックスワルも出てますね。はい、ビートルジュース、やっぱティム・バートン組なんですね、なんとなく作品を見てると。それからすごく良かったなぁと思ったのはお母さん役ですね、このウィノナ・ライダーの、ダイアン・ウィーストさんっていう人。お父さんも良かったんですけど、この人が まずお母さんがあれですよね、ジョニー・デップを見つけて、ハサミの手がハサミの人を見つけて、あらーっつって最初は怖がってるんですけど、うちに連れてきちゃうっていうお母さんなんですけど、すごく良かったです。この人ありきで回った映画なんじゃないかなって率直に思いました。フットルースとかアイアムサムとか運び屋にも出てますね、クリント・イーストウッドの監督の。はい、見たんですけど、これでもちょっと記憶ないですね、ダイアン・ウィーストさん。なんかこの人が出てる映画すごく見たくなりました。はい、なんかあの感じで学芸会になりそうな感じなんですけど、なってないのが、この感じで映画を撮ろうと思って、まあちゃんと入り込んで見れるように仕上がるっていうのがまずすごいなと思いました。はい、なんかちょっと冷めちゃって入っていけないとか、そういうの思いがちなんですけど、ちゃんと入り込んでいけるのがすごくすごいなって思いましたね。それがまあ率直な感想ですかね。満足度88とかですかね、自分は。はい、
うん、ちょいおすすめとかそんな感じですけど、他の作品見てるティム・バートンの中では、まあ、ビッグフィッシュ見てないんで何とも言えないんですけど、結構好きですねシザンハンズ。うん、そうキャラクターもみんな近所のおばちゃんとかも、まあ、分かりやすくで、なんかこだわってるなと思ったのは衣装なんかもはっきり原色で、おばちゃんたちの服、それから近所のお家の家も原色の家でピンクだったりとか、あと水色だったりとか、ああいうのをわざとやってるんだろうなと思いましたけど、うまくそういう世界観をありつつ残しつつ入り込めて、最後までシーザーハンズ、まあ普通の人間ではない、人を好きになってしまうここの家の娘さん、うまく表してましたし、ほろっとしちゃいますし、最後結局自分のところに帰っちゃうんですけど、いろいろまあ普通の人たちとは一緒に暮らせないなっていうような出来事があって、元に戻っていくんですけど、うん、うまかったですねその辺の作り方が。なので当時やっぱ人気が出た、っていうのが分かりました。はい、裏設定もなんかすごく良かったですし、まあ冒頭のすごい、まあここのお母さんが化粧品かなんかの販売で家方々回っている中、まあ地元では有名な、丘の上のお城も、今そこのご主人が発明家で、まあそういうこっから下がハサミの人が出来上がってしまって、そのままご主人が死んでしまったと。でジョニー・デップ演じるシーザー・ハンズ、名前はシーザー・ハンズじゃないんですよね、だけ残ってしまって、ずっとその家に一人で暮らしているという設定の中で、その化粧品販売をしているこのお母さんが一人で、まあ、一応それを売りに、入り込んでって、家入り込んでったら、ハサミの男が出てきて、最初はあーってなるんですけど、まあ、話を聞くと、あそういうことだったの、じゃあうちに来なさいよっていう、そこのやり取りと、もう早い段階でもう家に連れてきちゃうというその意外な、手っ取り早い設定がすごく心地よくて気持ちいい、刻みよい、テンポも良くて、意外とこう周りの近所の人たちも早い段階でもう受け入れちゃうっていうのが、それが自然にできちゃってるっていうのがすごく良かったと思います。なんか変に長引かせないで、ああいうのがいるらしいよっつって遠目で見るんじゃなくて、もうすぐ中に入れちゃうっていう、その技が良かったんじゃないかなと思いました。はい、そこが多分この映画の良かったところなんでしょうね。はい、なんとなく歩く姿とかジョニー・デップの演技も良かったですし、少しロボットみたいな感じを匂わせつつ、まあ、半分ロボットなんですかね、そういう演技してました。はい、105分、まあ長くないですけど、ちょうどいいと思いました、この尺も。はい、シザーハンズ1本はそうですね。はい、そしてもう1本、あと2本あるんですけど、狩猟の腹渡すごいですねこれ、すごい特殊メイクですけど、まあこの特殊メイクはすごかったですね。サムライミ監督、これ見てみました。
1981年の作品です。デビュー作ですかね。はい、まあその後スパイダーマン、ダークマン、ドクターストレイジと作ってますが、はい、率直に思ってたよりダメでしたね。まあ名作だって言われてたんですけど、こういうゾンビっぽい、こういう男女5人か6人が、旅行かなんかに行って、ある家に入ったらそれが狩猟の腹渡の館だったみたいな、こういう霊が住み込んでいて、全員そのメンバーがおかしくなっていくと、まあゾンビ的な感じですよね。はい。で、こう一人一人ゾンビになっていく前までは良かった、すごく良かったですね。何が始まるんだろう、これからどうなってっちゃうんだろうっていう、車でそこの別荘みたいなところまで行くんですけど、その道すがらも良かったですし、その館の見せ方とか良かったですし、その後ですね、テンポもなんか悪いと思いましたし、畳みかける感じもなかったですし、一人一人おかしくなっていくんですけど、もしかしたら当時、斬新だったのか、こうポーンと切るところがあったりとか、ただそれもそんなにあれでしたね。最後のエンディングのテーマをなんかポップな感じで、終わらしてたのが、なんとなく面白おっかない風に、作ったんだと思うんですけど、13日の金曜日とかそういうのがあった後の多分これだと思うんですけど、エンディングがポップだったんで、ちょっと、昔にないそのホラー映画をちょっとこじ開けて変えたみたいなところは多分あったんでしょうね。ただ、見せ方とかそういうのはこの間のドントブリーズの監督、これをリメイクした監督がいるんですけど、狩猟の腹渡のリメイク版が、2010何年かに、やってるんですけど、それがドントブリーズを作った監督なんですけど、そっちのを見たくなりましたね。これはまあスパイダーマンもドハマりしてるわけじゃないんですけど、サムライミ監督はそんなに自分ハマってないですかね、これ見る限りでは。スパイダーマンも、そうですね。なんで結構これどうなんだろう、すごいあれなのかな。自分はだいぶいまいちでしたね。中盤過ぎからテンポ悪いのが一番なんかすごい気になったんですけど、そうですね、84以下ですかね、自分82とかですね。あんまりこれおすすめしないっていうような感じになっちゃいました。はい。はい、という感じで、であともう一本ですね、ホビットですね。これロード・オブ・ザ・リングシリーズの、なんだろう、その後できた監督も同じだと思うんですけど、ロード・オブ・ザ・リング自体ちょっと見てないんですけど、ちゃんしっかり、冒険活劇ですよね、これ。これは、いや、すごかったんですよ。すごい、もうてんこ盛りで、2013年、これ書くのちょっとやめたんですけど、ファンタジー。てんこ、なんだろう、天丼の上に、ものすごい、車エビやら、松茸の天ぷらやら、まあ、ものはめっちゃすごいいいんですけど、お腹いっぱいになりすぎちゃって、っていう感じですかね。CG が、あるんですけど、結局最終的に
竜、どでかい竜、火を吹く竜を、刀一本で何人か、まあ20人ぐらいいるのかな、そのメンバーが。ただそのシーンももう無理だろうって思っちゃいますし、どでかい竜に対して刀一本でみんなもうよっぽどしっかり綿密に計算してみたいな感じならば多分面白くなったんだと思うんですけど、どうしても見てて CG とその現実のその人間が戦ってる姿見ると、バランスがすごく悪いですね。いやもう完全にそこまで行っちゃうともう疲れ果ててみんな動けなくなっちゃうでしょうっていうような。で途中に、中盤にまずメインのシーンが、酒だる、こういう人一人入れる分の酒だるにみんな入って一人ずつ入って川を下って逃げていくシーンがあるんですけど、それ多分前半中盤の山場なんですよね。そのシーンも確かにすごいんですよ。すごいんです、あの見せ方も。で、襲われてるシーンももう確実に CG が入ってるし、まあ、どっから CG なんだろうっていうのもあるんですけど、やっぱり CG の使い方間違えちゃうと、どうしても若干冷めてしまうっていうのがありますよね。どんなにすごいシーン作っててもそれなりに多分映画館行ってみたら、お金を払ってみたら、あの損したなっていうには思わない映画ですね。ただまああれすごかったね、あのシーンっていうような感じで、あんだけ時間をかけて気合を入れて真剣に、すごく大変だと思うんですけど作ってるなとは思うんです。ただ残るかっていうと、あのシーンすごかったねって多分終わっちゃうですよね。なんで非常にてんこ盛りにしすぎると良くない例というか、いかに、そうですね、全部すごいんですよね。あのロケ地も山の中とか、それもまあ CG だけじゃないと思うんですけど、古びた港の高床式っていうんですかね、もうものすごい味のある建物の中に潜んで隠れたりとか、シーンシーンはものすごく、いいんですけど、てんこ盛りすぎて疲れちゃうっていうのもあるんでしょうね。でメンバーが多すぎて誰がなんだかちょっと分かんなくなっちゃう時もある。ヒゲ生えて長髪で似てるような人もいっぱい出てますし、なんでこれずっとこのシリーズ本当にファンもいると思うんですけど、これはなんつったらいいんだろう、改めてなんか例えば川下るシーンとかも、CG なしで昔メリルストリープかなんか出てる激流って映画ありましたけど、それ船で本当に川ボワーって下ってって、その中に確か犯人も中にいて一緒に下っていかなくちゃいけないみたいなシチュエーションの中、水しぶきがボーンってこう、本当にそれは CG なしで本当の水しぶきなんだろうなと思うんですけど、ちょっと大きめの水しぶきが船がこうボーンって当たってピシャーって弾けただけでも、それはそれですごく迫力あって見てて面白いんですよね。なんでやっぱり CG 使うにはある程度のなんかバランスがすごく必要なんじゃないかなって思いました。よっぽどだからそういう激流とか、本当の、そこまでおすげえ撮ったな、よくこれ撮ったなっていうとこまでいかなくても、その迫力あるシーンに見えてくるし、そこをなんかこの映画見てて感じましたね。 CG の使い方っていうか、役者さんなんかもみんな個性豊かですごく特徴ある、人も出てましたし、いいんですけど、
っていう作品でしたね。はい。このシリーズはだから、まあ、ロード・オブ・ザ・リングも多分人気シリーズだと思うんで、あれなんですけど、またちょっと違う2、3を見ようかなとは思わなかったですね。すごいんですけどね、作品としては。はい。満足度、まあ、85ですかね。すごいんですけどって感じ。はい。ちょいおすすめとか、そんな感じでですね。はい。今回はその3本でございました。で、まだ見てないの。まあ、ブルース・ウィルスですね、これ。はい。ブルース・ウィルスじゃない。ブルース・リー。ブルース・リー。はい。と、最近の借りてきましたね。ビバリウム。これはちょっとなんか、スリラー的な。ビバリウム。はい。で、コメディですね。これは、ハングオーバー。これ、酔っ払いのお話ですね。酔っ払って二日酔いになって記憶がない男三人の話ですよね。で、このシリーズ見てなかったんで、オーシャンズイレブン。メンバーがすごい。はい、の一発目ですね、多分。イレブン、トゥエルブ、エイト、サーティーンとか、そんな感じじゃなかったですかね。確か。の一発目だと思うんですけど。はい。今回はそんな感じですね。はい。以上、映画紹介感想でございました。またねー。